演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートのクリームたっぷり宇治抹茶のプリンを食べたいと思います。本当にクリームそんなにたっぷりかなってちょっと思っちゃったのはかつてのモリモリを食べていた名残でしょうか。まあ食べてみればわかりますね。いただきます。上下それぞれに個性出てるね君。プリンだけでなくクリーム部分も抹茶のほろ苦さをたっぷり味わうことができました。下の方にあるカラメルも苦めで大人向けの甘くない抹茶プリンになっていてとっても美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。